ギャロップステップやってもらうんだけど、今だいたいギャロップステップをやりましょうってなると、これでね飛ぶよ。飛んで今みたいにこれでレイアップね、こういうふうにはレイアップ、ギャロップステップをやる子がほとんどです。というかこういうふうに大概大体の人はそうやって教えます。それが、基本的なギャロップステップです。でも今から教えるギャロップステップはちょっと違います。どういうのかっていうと、浮いてってこの子ね、この子カバーの前で飛んでくるんだけど、飛んだ時ギャロップ飛んで見て、トラベリングみたいに思えるけど、トラベリングじゃない。だから普通のギャロップステップは飛んで、両足で1ですけど、今から教えるのは飛んだら1、2で、2歩動きます。違い、分からないよね。どっちが有利か、ヒップの場合この辺だね、まあ、この辺この辺で止まるのか、今の場合ここまで来るよ。どんだけ空間違うか分かる。だからギャロップステップやるとき絶対に一歩で止まるのはもったいないです。だから2歩絶対稼ぎましょう。空間が大きく広がるし、例えばちょっと応用すると他のやり方も飛んだときにね、これもう一歩動けるね。このもう一歩でブロックしたとかね、応用はいくらでも効きます。ブロックしに入るのかとか、逃げていくのかとか、後ろに飛んだ時にこっちにもいるから、こっちにも飛んだらいるから、この辺に行ってみるとかね、いくらでも応用は効きます。なのでこの2歩目を、ギャロップステップ2歩目ね、これ大切にしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はここまでです。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。今東京都内横浜エリアで小学生中学生を中心に、無償でバスケットボールのクリニック活動を行っています。興味がある方はチャンネルの概要欄に Twitter を貼ってありますので、そこからメッセージをいただければ対応させていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。